このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要。1、息を切らしながらの堆肥散布と太陽熱マルチ張りの動画です。真夏日の堆肥散布は一輪車1回分で断念し、後日気温が下がった日に堆肥を散布しています。かなりの雨が降って土壌水分量が増えたので太陽熱土壌消毒をします。雨の次の日では土壌が重く作業が大変なので、少し乾燥した時の方が楽になります。今日の構成は下記の内容になります。2章は、息切れする堆肥散布。3章は、土壌湿り気の確認。4章と5章は、一畝目の畝立てとマルチ張り。7章は、二畝の太陽熱マルチ張りが完了。8章は、太陽熱土壌消毒について。第1章、今日の畑。今年は玉ねぎの畝をしっかりと太陽熱土壌消毒します。第2章、夏日の堆肥散布で息切れ。じゃがいもの後作に玉ねぎを栽培します。この部分は20メートル畝なので少なくとも5畝を確保します。畝間隔を長靴5足半にします。旅き車を使って堆肥を入れるラインを決めます。今日24日は二畝に堆肥を散布する予定です。勢いをつけて一輪車を押します。今日は30度超えの真夏日。堆肥を1回散布しただけで息が切れました。この暑さは体に良くないので以降の作業は諦めます。隣の市では最高温度が36度を超えました。今日26日は少し涼しい午前中に堆肥を散布します。今日は二畝の堆肥散布として、残りは少しずつやっていきます。トラクターで耕運して梅雨の雨を待ちます。第3章、昨日は雨。畑の湿り気を確認する。昨日28日に梅雨前線が停滞して71ミリメートルの降水量がありました。薄いタンクに300リットル以上の水が溜まっています。畑の湿り気は握っても崩れないほどです。第4章、一畝目の畝を立てる。旅き車で畝中心を決めます。トラクターの尾輪を内側に向けて畝を立てます。土が付着した尾輪が回転すると畝横が波打ってしまいます。綺麗な畝立てができるアタッチメントを考えた方が良さそうです。
冷気で畝横の波打ちを鳴らします。第五章、一畝目に太陽熱マルチを貼る。畝に透明フィルムを貼ります。土壌の水分を太陽熱で加熱して土中の菌などを死滅させます。昨日の雨で土がかなり湿っていて重く、土寄せが大変です。この場所は風当たりが強く、マルチの横に風が当たるため、覆土を踏み固めておきます。土壌の水分を活用したいので雨の翌日にマルチを張りましたが、もう少し畑が乾いてからマルチを張った方が楽になります。第六章、二畝目の畝を立てマルチを張る。2本目になると上から下まで汗でびしょびしょです。夏日は人も暑いですが、カメラも熱で止まってしまいます。第7章、二畝の太陽熱マルチ張りが完了。土中の水分が熱で水蒸気になり水滴がついてきます。第8章、太陽熱土壌消毒について。1、太陽熱マルチを張る条件。太陽の日差しが強い。土壌に十分な水分がある。透明マルチは密着して張る。定性的には1ヶ月間マルチを張る。2、期待される効果。糸状菌、カビの殺菌、土壌病原菌や線虫の密度の低減、細菌やウイルスには効果ありません。引用先1は概要欄に記載しています。3、検証データ。糸状菌、カビ、立ち枯れ病菌を死滅させる条件は40度が398時間必要であった。引用先2は概要欄に記載しています。非熱プラス実践マニュアル。4、消毒後の注意。消毒した畝に消毒していない土壌が混和しないようにする。5、地温を測定せずに気温から消毒効果の判断。露地栽培の場合、下記の式で最高地温を計算することができます。6、より地温を上げる方法。某オーガニック栽培農家の方も実践されています。二重被覆法、パワーアップ法で地温を上げることも可能です。第9章、コーヒーブレイク。梅雨が明ける前までには残り3畝の元肥散布は終わりたいです。元肥に使っている牛糞堆肥が残り少なくなってきました。タイミングを見て配達依頼をしないといけません。今日は今年初めて大汗をかいて上から下までびしょびしょになり、サウナに入った気分ですっきりしました。今年の梅雨は九州から関東の太平洋側に雨を降らせていますが、あまり一部に集中してほしくないですね。また極端な豪雨や干ばつも困るし、ご風獣のようにあってほしいです。それでは皆様どうかご自愛くださいませ。
ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それでは、ごきげんよう。